っとジンジンンてる <laughs> 多分よっぽど頑張ったんだと思う。足も頑張りました。疲れ足し、うん。筋肉痛え、筋肉痛じゃない。なんか多分、あの、たくさん歩くとさ、疲れる時あんじゃん、足。なんかそういう感じが今、ジーンときてて。ね、明日も2公演、出演させていただくので、 よろしくお願いしますやべ湿布あるねやばい湿布ってめっちゃ久々に聞いたその用語確かに確かに湿布いいね明日行くねありがとうそうだ両石祈願をねちょっと最近してないなと思ったからもし明日来てくださる方いらっしゃったらちょっ,とちょっとその方のために。 両席祈願をさせていただきたいと思いますごめんねあの今日のやつじゃなくてちょっと最近そうできてないからちょっと明日のはい両席祈願をさせていただきますいきます、えー、明日の皆さんの席がいい席でありますように <laughs> お願いしますみんなが いい席で見れますようにこんばんはねでも明日もそうですねまあセンブロセンブロがやっぱり、ね、見やすいですよねそうぜひ皆さんセンブロを狙って <laughs> はいお願いします両席 でね、みんなそして明日ねリリカが体調不良でそうねあのリリカを大事にって感じなんですけどうんでもうルアはね本当に不思議なくらい元気でそうルアとユウナがめっちゃ元気そう <laughs> ルア、えっと、とユアナだけめっちゃ元気だからそう頑張ります2 <laughs> 人で頑張ります研究生はい <laughs> そうみんなも大事に他の子たちそうだからねもうねその元気さで明日の公演も乗り切ろうと思ってるのではい そうな、なんか別になんか公演頑張るっていうのは皆さんにこのパフォーマンス良かったって思ってもらえるようなパフォーマンスができるように毎回ねそう、毎回前回よりもっていうそのもっと上を上を目指したいのでパフォーマンス力をねそう、だから頑張りたいと思います ベルちゃん今日のダン最高だったえありがとうめっちゃ嬉しいありがとういいきれにダーツしてきたありがとう <laughs> そうオープンチャットもねはい動かしさせていただいてます活発に私ばっかり本当にオープンチャット動かしてすみません <laughs> そうでみんなあのグッドとかでハあのなんだっけうんと反応してくださってと嬉しいです 勇気もらってるありがとうねえうれしいありがとね今日の昼公演は特にもう目がん決まりで行ってましたずっと <laughs> 多分ずっとずっと目がん決まりな気がするそうちょっと今日の DMM 見るのが楽しみなんですけどでも多分私はその前に寝るので今日は10時半くらいに寝ようかなと思ってる <laughs> これ配信終わった瞬間にお風呂入ってで,でもメール書かないといけないからごめん多分今日いつかもごめんね本当にごめんね本当にごめんそうまあポチッと今日の自撮りとかをなっけてそう送ってであれだねあのあれかな銀河英雄伝説の最終チェック <laughs> なななんかか取り残しはないいみたいなそうダーツはでも全部しました <laughs> ダーツ全部したのとそうなんかねやることは結構やった気がするんだけどうんちょっとね最後なんかやってないことはないやり損ねたことはないかをちょっと今日確認して10時半いや10時半無理だ気がするけどまあ11時までにね寝れればいいかなって思います。はい えー、だからそうですね DMMDMM は明日の朝とか明日のメイク中とかに見ようかなと思ってるので皆さん今日は見るのかな0時待機しててね見てくださる方は <laughs> そうもしかしたらねファンの方でも4公演の方いるかもしれないのでその方も本当にお気をつけてはーい来てください ありがとうそんななんかパフォーマンス褒めてくださって嬉しいですパフォーマンス最高ありがとう誰人よりも大きく見せようとしているのがわかるパフォーマンスよきえー、ありがとうございますひなたさんがベルちゃんのダンス褒めててえー、嬉しいい,いつですかいつのどこでですか <laughs> 自分もした 朝一で村上でなん早く寝ますそうですね皆さん結構今日早く寝た方がいいようん何があろうと <laughs> そう私が早く寝るんだからみんなも早く寝ること <laughs> <laughs> うん私が早く寝るって言ってただからねそう今日はねちなみにあ今日か今日っていうか あ今日の朝早朝にねあのうーんと高島優愛ちゃんだっけ高島優愛ちゃんが5時50分から配信しててそうなんか本当に夜は寝れなかったんですよ今日実は <laughs> 本当にやばいよね今日実は寝てなくてそうえ、だからといって何もねなんかね昼夜逆転したんじゃないかってくらい。 なんか全然元気なんだよねそうだから朝から朝からっていうかまあ5時50分の配信を見てそれプラスひろかちゃんが6時から配信してたからそれも見て <laughs> そしたらなんかママ,おママが起きてそうで朝ごはん食べて <laughs> で劇場を迎えました <laughs> でもねなんか眠たいと思ったことがなくて あでも昼夜の間でちょっとご飯食べたら眠くなったけどそのくらい,い今日は早く寝ます <laughs> ねえいや別になんかそう意図的に寝,た寝てないわけじゃなくて寝れなかった寝る気分じゃなかったはるちゃんも配信見せたそうはるちゃんも見てましたそうなんですよ 若い若いですか私っ <laughs> これ時間チェックできない今何時なんだろうまだまだかよかった明日も配信はあの夜するのでそうだからもし朝やるかなって思ってくださってる方あの多分やりませんあ三33分ありがとう意外と結構話したつもりだったけどまだまだでよかった っうんうん、うん、しながら待ってますありがとうそうだから夜よろしくお願いします配信しますのでそうで今日はその昼夜の間なんか先輩からねなんか教えてっていう風にあにゲームのことについてあのすごいお聞きいただいたのでちゃんと回答させていただきましたここはこういうことをしてやってますよとか <laughs> ちょっといろいろねそう教えさせていただいてそうレベル18そうなんですレベル18いきました昨日行ったんだっけ今日行ったんだっけそうなんか行ったの <laughs> ぜひねまだゲームしてないよって方今でもまだ間に合う全然間に合うあとあと 9日とかでしょ、全然間に合いますようんそう美羽さんにも「あの、こうですよ」って言,言ったしあとカイリーさんにもあと菜々みさんにも日野さんにも言った気がするそう <laughs> これがね参考になってたらいいんですけどそうでもすごいなんか感謝を めっちゃ感謝されてああ全然です全然ですああって <laughs> ちょうどななみさんが今オープンチャット送ってくださったあ嬉しいありがとうございますそうレベル9以上にいくとオープンチャットにも入れるのではーいそちらもぜひ <laughs> オープンチャットの申請はゲーム内にないのであのそうですねゲーム内じゃなくてホームページから入ってくださいぜひみんな頑張ろうね でもねルアより春の方がすごいんだよ <laughs> でも帝国では多分ルアが今一番あのなんだろう総生産数っていうのかなまあレベ,レベルみたいないろいろ一番上なんですけど帝国では同盟はね圧倒的春ちゃんでそうルアよりね上がちゃんといるんですすごいよね春何してんだろう ねえ何してんだろうね <laughs>、うん、でもやることも本当に全部やってるんですよあちなみにあのですねパーティーあのパーティーなんですけど <laughs> パーティーなんですけどあのですねもう水晶というものをダイヤモンドみたいなキラッキラなやつがなくなって <laughs> 今98個 <laughs> 水晶98個ということでパーティーに入ることができなくなりました <laughs> 本当にすいませんでも開くことはできるのでそういつ開こうかなってずっと思ってるんだけど、うん、ハルはるちん今開いてるあ本当にそうあのパーティーっていうあのゲームのねそうあのパーティーじゃなくて <laughs> 公園のパーティーじゃなくて <laughs> そのゲームのねそう今コラボさせていただいてるやつなんですけど、うん、そう いや水晶なくなくったんですよ <laughs> ダーツダーツ全集中してたら水晶なくなってあれあれと、うん、さっきはるちゃんの配信中にパーティー開いたら一番のり。由だってはるちゃん配信しながらゲームやってんの面白い <laughs> すごいですねその二刀流すごい技ですねパーティー不足ね多分みんなどっ どっちも不足してるかな。そう公演もね、そうまたすることあるかなパーティーねできたらいいなと思ってるけど。やっぱりさパーティーが一番レッスン送りやすいです。皆さんと顔合わせながら、そう一番顔合わせてなんかなんだろうなんかアイコンタクトが取れるので。 そこが一番パーティーの好きなところかな、うん、そうなんですよだからねやりたいんだけどね、うん、でも俺はまたキスダメやりたいんだ <laughs> パーティーやるとしたら絶対キスダメやる 感想やりたいちゃん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 まだ踊れるたぶ、うんいきますね <laughs> はい行きますまつ毛ちょっと育ったお気づいたちょっとね育ったんですよでも真ん中はねいまだにそんな生えてこないんですけどでも他が結構育ってきてなんかね紛れてきてる その真ん中以外が結構伸びてきてくれたので真ん中がすごい伸びてることによってなんか真ん中も伸びてるように見えるんですよ <laughs> そうなんですだからちょっとよく見えるかなって思っててだから今日ね DMM 漏れつえるといいんだけどねうん「グラスメイトまた見てみたい」いいねそう私ねユニットシャッフルまあいろいろしてきましたが一番最初に戻したいんですようん ユニット一番最初に戻した私一番最初のユニットがクラスメイトと星ノードなんですよ。よそう、伝説のね二曲なんですけど。<laughs> 初日の歌声がやばいと、はいメンバー内で多分一番メンバー内で騒いでると思います。はい。<laughs> <laughs> そう、もうモノマネしてるからみんなルアの歌声を。<laughs> 本当にそのくらい。えでも自分でも本当にやばいなと思ってて。 そうまあねそんなこともありましたねだから一回それに戻ってなんだろうまあ個人の成長だったりとかもう、ね、自分で感じたいし皆さんにも聞いていただきたいなって思いますし、うん、<laughs> 全然歌まだ歌,歌もまだまだなんですけどそうクラスメイト可愛いよね グラスメイト目立たない人だけど私には特別そうでもスカヒラも好きフフフフフって掛け声が掛け声コールがめっちゃ好きあれそう大好きだしアナクリはなんかめっちゃ緊張するんですよなんか毎回何かあ すいません,なんか私が今から歌わせていただきますみたいな感じで毎回出てきてきるんですよ本当になんかリリーノの,のリリーノのさ最後のパーティーの時本当になんか私出るのが申し訳なくなっちゃって多分皆さん多分心のど,どこかでリリーノが「あなくり」歌ってほしいななんかあ「あのクリ歌うんじゃないかとか結構期待してた方も多分いらっしゃると思うんですけどそう。 私もリリののアナクリがすごい聴きたくて、そうだけどやっぱり公演は公演だから、今まで通りのそう公演にしないといけないから、そうだから本当に申し訳ございませんと思いながら <laughs>、あの時 <laughs> 入場してました。はい、ねあ、でも、頑張り、頑張ってます、頑張りました、アナクリ <laughs> そうでもねルアーもハモリやってみたいんだよ逆にそうそっち交代でも面白いなぁと思うしうんでその後の「キスダメ」はいいですね本んにキスダメ大好きでもね歌が続かないもうね息切れが半端なくて途中から片を抱かないで水服ままじゃいけないでしょう。<laughs> 肩使う気が多いねそうで星の温度も星の温度結構何ポジかやりましたね、うん、なんかさ思うのがさパーティー公演しかやってなかった時はもうなんかポジション覚えるのに必死みたいなそうユニット1曲ポジション違う何だろうなんかユニットでポジション違うやつをやるとしてもなんかちゃんと練習が必要だったんですけどなんかねすごいルアー で覚えるの早くなったんだなって思いました、うん、ね今の「思い出声」のシンポジも私そんなに最近は苦戦してなくて本当に多分3日4日くらいでシンポジを覚えられますこれ結構自慢できるかも長所 <laughs> 長所だんだんいろいろ覚えるキャパが増えてきてるって言えばいいのかな こう長所です <laughs> そう頑張りましたねが頑張りましたね <laughs> そうコツつかんだそうなんですなんかコツつかむっていうかもう私がやってることは私が出てない私が出てないあのユニットとかも全部見るっていうのをやってて dmm もあの自分が出てない あのユニットを見ることでなんか大体こ,この時はこういうふりをするっていうのが大体わかるんですよそうそうなんですなんかそういうのをあの門さんがやってたらしくてそうなんかそれをあのダンスの先生から聞いてうわーやっぱり門さんすごいなって改めて思ってそう。 私もねもうその加藤さんのようにもう臨機応変に対応できるいつでも呼んでくださいみたいな感じになりたいですね <laughs> 本当にうんだから全体を常に把握しておくっていうのを最近は心がけてるからだからポジション覚えるのがだんだん速くなってきてる。 だからちょっと公演はさやっぱりなんだろうあれ何だろうね48と言ったら私はもう劇場公演なのでそうそういう印象私的個人的なんだけどだからそう結構頻繁にね公演現れるんですけど毎回毎回大切にパフォーマンスしてるのでもしよかったら。 もしよかったら、空いてる時間あったら、ぜひ来てください。<laughs> ぜひぜひ来てください。うん、今日青春だけど、ゆなちゃんのことなってなってしていました。はい、そうです。振り返ったら青春ってててて。テテテテテ <laughs> よく気づいたね。うん。 まあ、ベルちゃんの頼りです頑張ってねありがとう頼られる存在になってみたいから頑張る元気が一番 <laughs> ね今何時ですか <laughs> ちょっとさなんかここに時計あるんだけどさこの時計なんかおしゃれすぎてなんか読めなくて <laughs> これ時計じゃないよねなんかわかんないなんかさあれなんだよね数字書いてないの12345みたいな。 そういうい時計だからなんか全然読めなくてうんと短い針も長い針もちょっと微妙でなんかほぼ同じ長さなんですよえ多分これはえっと50分くらいですか今 <laughs> あ四46分ちょっと似てたちょっと似てたちょっと惜しいうん <laughs> アナログアナログって何アナログって何 ん針の時計そうなんです針の時計もあるしでも普通にそこになんか何時何分みたいな数字もあります針時計アナログってそうなんだうんそうあるんですリビングはこれででも自分の部屋はあれですちゃんとなんか。 電池入れてやるやつ <laughs> そうや結構珍しいんですかもしかしてなんか当たり前だと思ってたこういう系がでも本当に読みづらいんですよ <laughs> おしゃれなめっちゃおしゃれなの私もすごいこのなんかこのお家にすごい合った色してるなと思うんですけどでも本当に見にくくて <laughs> 今までさその学校のさ時計で慣れてきたわけですよこの12345みたいなこの数字でねそう。 いつも授業中に見上げればもう時間がすぐ分かるって状況だったからなんか本当に家の時計が慣れなくてねっか本当に分かんないね <laughs> あでもね私が分かんなくてもまあママとかパパが分かってればいいのか私携帯あるし <laughs> 携帯に頼ります そういえばまだアシ週の時は届かんあっ発祥年期なんのやつですかそっかいつ届くんだろうでもえ三3月だよねあれ3月上旬とかかな下旬とかかな届いたら教えてくださーいああと生写真もはいちょっとごめんなさい爪爪めめで話すんですけど生写真も販売されました今回「ラビット!」でーすウサギウサギウサギ はーいはい <laughs>、はい、そうなんですなんうさぎ可愛いいでしょ真っ白なうさぎちゃんなんですけどあルアピョンっていうじゃルアピョンなんですけどそうまあなんでなんか髪型違うぞって思った方多分いると思いますあまだ見てない方ぜひ見てください髪型がねもうあのハイツインのクルクルコロネ そうゆさんみたいな髪型にしてくださいって当時言ったんですけどこ,こ,こうやってガラガラガランってそうなんかもともと壁舞はあっ歌舞伎じゃない間違った生写真はなんか最近髪型自由みたいな感じになってそうだけどその撮る時に歌舞伎座も撮らないといけなかったから歌舞伎座撮ってからなんか自由にそう髪型またチェンジしてそれで。 生写真撮っっっててていいよっていいよう風に言っていただいたのでだからストレートのストレートのあの生写真はまだかビシャ撮る前の生写真です <laughs> で本題の生写真ですがかべシャとってから「はいお願いします」って言って <laughs> ツインテールにしてもらってってことですだからうさぎちゃんは本当にツインテールにしてもらって1回目のやつかなうん そう私ツインテール大好きだからさちょっと嬉しかったなんか思ったよりも漏れてたそうツインテールって顔がでかく見えちゃうのかなとかめっちゃ心配だったんだけどなんとかなりましたかな顔がめっちゃちっちゃく見えて嬉しかったです皆さん是非チェックお願いしますそっこうてしてありがとう <laughs> ありがとうオフショットもあるから送るねうーんあの宣伝させていただきます 待って、私ってチャット送ったっけ私、チャット用の動画撮ったんだけどさ。あれ、待って、チャット送ってないもしかして。え、待って、待って、送ってないかもしんないるわ、チャット。誰か来たあ、違います。風の音なんですよ。なんかすごい風の音めっちゃして。なんか、ドドーンみたいな。そう、なんか全然誰もいない。今日ね、誰もいないんですよ、家に。お <laughs> ーっ,って感じで。 はいお届けしております <laughs> はい自由ですはい <laughs> リビングでお届けしてます <laughs> ちょっとねあの家族が今おばあちゃん家に行っててそうだから今日は朝早くねあのお家を出たんですけど鍵を持ってお家を出てで鍵ガチャってなってパチャンって入ってきましたうんだからでも あれじゃないもうちょっとで多分帰ってくると思います <laughs> ねえんかあんまり一人の時あんまりないんだけど家でね基本的に弟とかいたりとかママいたりとかあるんだけどなんかでもいざ一人になると何もすることなくてずっとゲームしてました <laughs> 帰ってきて <laughs> ずっとねよくぞ戻ってきてくれたみたいなそう 感じのゲームしてましたね。今日は騒げる。そうだね。騒ぐ <laughs> 何に騒ぐわかんないけどまあいいですね。本当にでも全然踊れるよ。多分。あ、そうこれ。ちなみに今キッチンです。はい、すいません。<laughs> キッチンでなんか油油に立てかけてます。<laughs> 裏側。 これ裏側です最新の、はい、<laughs> 今日のあのカエリさんが言ってくださったあの「君王のやつをやろうと思いますいや待ってめっちゃめっちゃ服く,くしゃくしゃで申し訳ない待って全然見えない全然見えないちょっとキッチンあクッキングはしませんはいクッキングしないんですけどちょ,ちょっとで、ね、ごめんまあごめん <laughs> 勝手にキッチンさらしてる <laughs> どうすればいいのこれ 見えるこれ。あ、えっと君をやりたいと思います。えー、なんだっけ。僕の涙は流れない。ずっと瞳の中で愛を語ることもなく君を思い出してる。<laughs> いい感じじゃないですか。 どう <laughs> どうですかあいいいいウェーブできた <laughs> なんかねこのここわ <laughs> かんなかったあよかった大丈夫ですかよかったよか,よかったありがとうございます夜もよかったイエーイちなみに54分あ じゃあそろそろね <laughs>、そそろそろ終わりたいと思いますはい、スクショタイムしますの、ね、でキッチンからお届けさせていただきました <laughs> はい何だろうじゃあうさぴょんうさぴょんか間違った、うんうん、ありがとうございますあと何だろう はいあと何だろうな4公演頑張るぞありがとうございますはーいそれでは終わりたいと思います壇上の方は目めさせていただきますお礼をさせてください13位ドスドス担当のアザラシクジラ氏ありがとうございます十二よちくん氏ありがとうございます 11位、眉毛しありがとうございます。10位、ハッピーアイスクリームしありがとうございます。9位、鉄尾しありがとうございます。8位、ヤッピーしありがとうございます。7位、かきひこしありがとうございます。位6位、しゅーちゃんしありがとうございます。5位、アイスレベル16、ルアスマイルしありがとうございます。おぉ、頑張れ頑張れ。<laughs> 4位、ホーちゃんしありがとうございます。 3位、今日のダンス最高だったねけんじし、ありがとうございます。ありがとう。2位、おじゃし、ありがとうございます。そして1位は、じゃが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 ポイ今日、公演、明日、村上氏の秋き氏です。ありがとうございます。<laughs> 秋きふ今日は昼夜と来ていただいてありがとね。赤青も振ってくれてありがとね。ちょっと見ててくれたかな <laughs> ありがとね。明日楽しんで来てください。 それでは、ちょっと時間帯がよくわかんないんですけど、チャットをどうしても今日送りたいのをね、ちょっと面白い動画、面白い、個人的にちょっとじわる動画がチャ、ちょっと撮れたので、動画、チャットを送りますね。お願いします。お願いします。それでは、ありがとうございました。またね。またね。ありがとうございました。57分いっか。バイバイ。